皆様ごきげんよう、ね。季節もね、すっかりこう、秋めいてまいりましてね、夜なんかもだいぶ涼しくなりましたね。エアコンがこう、必要ない、えー、日々を送れるようになったって、何度もありがたいことですね。もう電気代も高くてね、もう、いかんともしがたかったんですけども、ようやくこう、昼間でもね、エアコンが必要ないような時間帯なんかも増えまして、こう人間らしい暮らしができるようになりましたね。 もう、これからね、もう、まあ、ま、あ本当今年の夏は暑くて暑くて、まあ、どうしようもなかったわけなんですけれども、まあ、ようやくこれでね、えー、私の方も、じゃんじゃん、バリバリ、気合を入れてですね、えー、まあ、YouTube の撮影に別に取り組んだりはしませんよ。<laughs> えー、まあ、これお約束なんで言っとかないとね、なんや、お前、やらんのかい、みたいな、こう。 v シネバ版、南の帝王を演じていた竹内力のようなですね、激しい突っ込みをほのかに期待しつつ、まあ本題に入りたいと思うんですけれども、現在はですね、四つ街道方面に向かって車を走らせているってわけなんですね。四つ街道はね、まあ何回か、月に何回かですね、もうこれのですね、あれのそれのこれの何がね、もうそれでもう大変でね、もう何言ってんだよ。いやいやいや。 というのはまああれなんですけどもまあ四つ街道結構案外行くことがありましてですね今回はその機会に乗じて視聴者の方からのリクエストにお答えしようではないかというそんな企画なんでございますねまあそのリクエストと、まあ、言いましても何でもかんでもね全てお答えするってわけにはいかないんですけれども四つ街道はちょうど機会がありましたんでねあこれはちょっと行ってみようということで今回の行き先は四つ街道にありますマサラフードセンターという インド料理のお店なんですねでここはまあぜひ美味しいのでね行ってみてほしいとしかもその怪しい雰囲気が何とも言えないとほうということでねなんか私の探求心をくすぐりますね意外とね僕ねこう見えてもね全然見えてへんけれども意外とこの、えー、エスニックインド系もね大好きで、まあ、かなりマニアックなんですけれどもそれでもですね四街道のこのお店は僕は全然知らなかったんですよ 全然こう、自分のサーチに入ってなかったんですよね。なんで、いやー、もう YouTube やっててよかったなーってね、つくづく思いました。もうこれね、行った後も同じ思いですね。つまり、うまいです。で、今回いただいた情報によれば、ビリヤニが非常におすすめであるということなんで、ビリヤニを食べに行くことにしたわけなんです。で、僕の方も、あらかじめこう、事前にリサーチしましてですね、で、本格的なビリヤニであるということが判明したわけなんですね。なんで、 こううやっっってててて意を決して向かいいくっていう感じなんです。で本格的なビリヤニだと確信したのはですねまずビジュアル、まあ、Google でねこう調べればビジュアル出てきますよねもう一つは一番重要なんですけど出てくるまでに30分待たされるってことなんですだからお持ち帰りの人は、まあ、30分以上前に予約をして持って帰るみたいな感じでやっていくんですねであ,あとはそのお店で食べる場合はあらかじめ えー、予約するかもしくは分待つってでこの30分待つっていうのであ本物だなと思ったんです。実はビリヤニってインドのビリヤニの本物を出してるお店って極めて少ないです。ビリヤニのようなカレーピラフを出しているところだったりとかあとは、えー、カレーをですね ちょっと薄くしてその中にインド米を入れて一緒に炊き込んでしまってそれでビリヤニってやってるところとかこのパターンのビリヤニの店結構多いです本格的なインド料理って言ってでもこのパターンは割と多いんですねでも本当の本格的なインドのビリヤニっていうのはもっと時間がかかるんです元来。というのはまずですねあの半炊きにしたお米これを敷いてその上にカレーを置くんです。 カカレレーーといってもこうカレーを重ねね。る感じです、ね、そしてその上にまたさらに半炊きの米を置いてカレーを重ねて半炊きの米を置いてっていうミルフィーユみたいな層を作るんですよ。その上で一気に蒸すんです。この蒸す時間がとてもかかるんですね。これが本格的にはパッキ式っていうんですけどもこれがビリヤニの作り方なんです。でこれをやるとどうしても時間がかかっちゃうんですよ。なんでまあお店としては回転があんまり上がんないので。 やるところは少ないんで、すが、まあ、実際はこうなんですで多分おそらくこのお店はこのパッキ式なんだろうなというふうに思ってたらガチです。もう食べれば分かります。で、まあ今回は到着の大体30分ぐらい前にあらかじめ電話をしまして、ね、作っていただけるということでですね。ご夫婦でやってらっしゃるんですよ。インド人のご夫婦が。ね、日本語 OK です、ね。僕が日本語で普通に喋ってもあのちゃんと通りますんでね。 あのビリヤニを食べたいなっていう人は30分前に到着のね、えー、電話するとか、いついつって日にちを決めて予約なさることをお勧めします。で、えー、チキンビリヤニがね、1100円、えー、マトンビリヤニが1300円。興味ビい安い方なんですよ。で、後でね、ちょっと見てびっくりしましたけれども、も全然安いです。私が注文したのはマトンビリヤニの方ですね。いや、チキンもね、行きたかったんですけれども、さすがにね、2人前は食べれないっていうのと、 あと本当ね、えー、ここはですね、まあとでビジュアルちゃんとお見せしますけれども、超デカ盛りなんですよ。<laughs> あのねで、グラム数で言うとね、だたい600グラムぐらいですね。えー、500から600です。噂は聞いてたんですけども、目の当たりにしたらやっぱりすげえなと思いましたね。あですんで、僕はあのー、朝から何にも食べてないという、こういう状態で行きました。もう極めて健康に悪い。<laughs> えー、食べ物の摂取の仕方なんですけれどもこれはもうやむなしですね,ねそれをもってしても相当お腹いっぱいになりますですので相当腹をくくって気合いを入れて食べないとダメですねもうえー、気合いですよ気合い <laughs>、ね、まあご夫婦でね、えー、やってらっしゃるっていうのはさっき、あのー、言いましたけれども、ね、奥さんの方がですねほっかむりしてたんですねまあほっかむりっていう言い方はあれなんですがあのー ヒジャーブって言うんですけど、イスラムの女性がスカーフ巻きますね。ムスリムの方なんですね。インドっていうのは確かにたしあの結構宗教が多様なんですよ。ヒンドゥー教だけじゃないんですよ。圧倒的にヒンドゥー教が多いんですけれども、まあ、イスラム教の方もいれば、仏教の方もいれば、まあ、いろんな宗教の方いらっしゃるんですけど、一定数やっぱりイスラムの方もいらっしゃるんですね。ああ、なるほどと、そりゃビリヤにおいしいはずだなと思いましたね。あの、イスラム系のインド人。 さあのムスリムの食事っていうのは、えー、今ハラルフードって言いますよね。でハラルフードっていうのは今でこそこう一般的になってるというか知られるようになりましたけれど要はお酒を使わないとか、えー、あとは肉を適切に処理する豚肉系の油も含めてですけれども食材は使わないとかまあいろいろあるんですけれども、えー、食の安全性という面でハラルフードは結構安全な食事なんじゃないかとね。 今こう見直されている食事なんですけれどもこのハラルフードの中でもビリヤニっていうのはもう大のご馳走なんですよなんでもうムスリムさんの間ではまあご馳走なんですねなのでそりゃまあ凝ったのを出してくるはずだよねって思いましたねさあそんなこんなでそろそろ到着ですねこの右側にあるんですけれども高速を出て割とすぐのところにあるんですよ で右側なんでで車の通りが結構多いので右折できないですなので一旦迂回していきます何も、あのー、通り過ぎちゃってあらあらあらっていういつものパターンじゃないですよ今回は <laughs> ここですねインドカレーの看板が眩しいですねマサラフードセンターに到着しましたいやいいですねこの風情がありますねこの店内がでもう話は通ってますんでね入ったらすぐに出てきました これがもう超特盛ビリヤニでございまして僕の体感ではやっぱり 500g 以上ありますでマトンも豊富に入ってますねまたこの羊肉がねよーくスパイスに漬け込んで焼いてあってねまあ美味しいですねそれがまたたくさん入ってるんですよそのたくさんっていうのがねどのぐらいかってなかなか伝わんないと思うんですけどそうですねまあ強いて言うなら 阿部寛の握り拳ぐらいは入ってると思います。<laughs> いや別にあの布袋寅泰でもいいんですけども、そのぐらい入ってますから、もう食べ応えもあるしね、またね、スパイスも効いて、おいしいビリヤニですね、本当に本格的なビリヤニですね。で、店内をね、こう見回してみますと、これが席ですね。で、店内の奥の方で物産があるんですよ。あのインドの物産、ハラルフードとかですね、ここハラルフードですから。 の物産とか、ね、いろいろ売ってるんですよで僕はお土産にココナッツジュースとか買ってったんですが冷凍食品もあるんですよあと珍しい日本では売っていない例えば茶菜、えー、豆とかレンズ豆とかひよこ豆とかもありましたねレンズ豆なんかはねあのダールカレーダールカレーっていってもねいろいろ種類があるんですよそれこその茶菜マサラとかから始まったねもう南インド風のねスープみたいなダールカレーがあったりとかいろいろあるんですけど さとというこででねビリヤニめちゃくちゃゃく美味しかったです今度はチキンビリヤニも食べてみたいですねいやなんかこう夜のカレーっていうのもいいもんですね夜ビリヤニとかね、まあ、いつもはね夜ラーメンがほとんどだったんですけどいやたまにはこういうのもいいですねまたこの異国情緒漂うこういうねお店で食べるインドカレーしかも夜こう高校とインドカレーのこう明かりがついてるなんかいいですね ラーメンの赤ちょうちんも、ね、のれもいいですけどカレーも悪くないですね夜ねこういうお店に一人で行くのっていうのは僕は本当に大好きでね何が好きってやっぱりお店のこういう外から見る明かりとか店の中とかそ食べるものとか楽しいものいっぱいあるんですがどことなくそのなんて言うんでしょう忘れぬものの哀れじゃないですけれどもそういう,うんしみじみとした何かこう情緒のようなもの 感じますよねいや俺だけかななんかいいんですよえー、まあそんなわけでそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました四街道にありますご夫婦でやっている小さなインドカレーのお店ですが大変本格的なビリヤニが楽しめるというまさらフードセンター是非ねまた行きたいなと思えるようなそんなお店でございましたでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました 季節の変わり目で体調も崩しやすいですけれどもね。そんな折にこそスパイスの効いたインドカレーも悪くないですね。まあ、ビリヤニですよ、ビリヤニ。えー、安倍安部の拳ですよ。<laughs> ということで、えー、またお会いしましょう。